長田康太郎7月15日1955年5月13日は、日本の政治家、弁護士、衆議院議員、愛知県会議長、愛知県会議員などを歴任した。愛知県壁海軍、長瀬村、大和橋目浅美社門に、長田半米の次男として生まれた。安城農林学校を卒業後、家事の農業に従事していたが、明治大学専門部法律学科に入学した。 1917年7月、同大学を卒業。1922年に弁護士試験に合格し、弁護士を開業した。1937年には、名古屋弁護士会長に就任した。1927年9月25日の愛知県会議員選挙に、閉海軍選挙区から立憲民政党公認で出馬し初当選。以後、 1947年1月17日に辞任するまで県議を4期務めた。その間、1937年11月16日から1939年9月24日まで県会議長を務めた。土地改良事業、高知整理事業及び名古屋大学創設や県下の教育及び産業の振興に尽力し、名古屋総合銀行顧問などの職にも就いた。 県会では不正義に対し厳しい態度で臨み、警察官の不当行為を追求し人権尊重を訴えるなど活発な議会活動を行った。しかし戦争が進むと、大政翼3会の愛知県常任委員に選出され、翼産運動に協力。それがために戦後、公職追放を受けた。1951年に解除され、1952年10月1日の、 第25回衆議院議員総選挙に、旧愛知4区から改新党公認で出馬するも、落選。1955年2月27日の第27回衆議院議員総選挙に、日本民主党公認で出馬し初当選。しかしその2ヶ月ばかり経った後の5月13日、12市長海洋悪下のため死去。これにより、辞典だった小林香奈が繰り上げ当選した。 ありがとうございます。